起きましたよ。大元節祭なくなるイベント。大元節祭、もともとは京で前奏していたが、幼い吉本の教育係として通賀に招かれていたそう。以来陰日向に節祭は吉本を支え続けた。二人は力を合わせ今川家を戦国有数の大大名へと押し上げてきた。ふふ、我が子節祭よ、まだ高徳が足りぬのではないか、ないか。ここで死んでは地獄に転生することになる。養生するがよかろう。吉本様、節操も仏に使える身、己の命数は己で読めまする。ですが悔いはございません。吉本様の天界の道、その支度は整っておりますゆえ、まあね、三国同盟したからこれでも憂いがなく西へ行っていただければ、まあ今が吉本は天下が取れたはずでしたがね、桶狭間が起きてしまったかということですね。ささやかなお礼にございます。吉本様も共に歩んだ反省、とても楽しゅうございました。我が部役存分に触れたるは吉本様あってのこと。吉本様と出会えて家宝にございました。根性がこれほど家宝でしてゆえ、次に我が行く先必ず地獄にございましょう。ならば地獄で先に待っておるがよい我が子よ。これよりこの吉本が天下を取る。それまでには多くの業を背負うであろうからな。では地獄のおいどもの支度、行き先は節操が整えておきましょう。地獄ね。必ずや天下を。決して無駄にはせぬと。これ続いて桶狭間のイベントすぐ起きるんじゃないか。来た来た来た、連発イベント。これ結構あれなんですよ、節制の死を契機に連発で起こる場合があるんですよ。1560年を待たずにしてね。うわー、だからちょっと151年で1551年でねやってみたかったっていうのもあるんですけど、本当に起きたな。だからこの地を、根差し遠江三河、そして大江の一部も引き取った大大名がいる。今川吉本、その手腕から街道内の弓取りと称された男は今新たな野心を胸に立ち上がらんとしていた。これより我々精神を開始する。向かうは終わり、織田が加工し豊かな地を大津家と噂される都市信長が霧をこの吉本が計り見極え、そして必ず飲み込んでくれようぞ。その頃終わり、僕申し上げます。駿河より今川勢が進発、吉本自ら率いる大軍がこの終わりに向かっているとのこと。吉本、この戦人知るのではいかぬな。街道一の弓取りに率いられた大軍め、闇雲に全力をぶつけても勝ち目はない。定石にとらわずいかにして勝つか、今こそこの信長の器量が試される時だと。ご命令を。先月の収支です。あれ、報告いたします。あれ起きなかったんですか、今の桶狭間のイベントは。まだ生きてんの？あれ？ちょっと待って、どこ行った？吉本どこにいる、お前。あ、まだ生きてんのか。あ、で、これで熱田に向かうという話ね。ここに向かう間の、ここに行くと、イベントが起きるというやつか。はい。じゃあちょっと今内省してから、その過程ちょっと見ていきましょうね。じゃあちょっとだけ内省していきまーす。はい、じゃあ見ていきましょう。さあ、これ吉本。熱田に向かう途中で。華麗に舞いましょう。ここに来たら起きるかな？あ、その前に違うイベントが起きた。あー、もういいです、これ。あれ、母ちゃんに怒られるイベントでしょ？違ったっけ？もう忘れた。もう、そういうイベントのイメージしかない。矢打ちを仕掛ける。
そうね、母上が母ちゃんに怒られた。私も同じ お叱りを受けました。うん、母ちゃんお叱りイベントそんなことはどうでもいいんだ。さあ吉本が行くかな、ここに。さあ桶狭間に行くところですと。あれあれ起きないですか。あ、戦ったらか。あれ何してんのあんたたち、あんたたち何してんの、あんたたち何してるんですか。桶狭間起きないんですか。ちょっとこれこの図すごい面白いんだけど、これちょっと待ってくれ。まあまあまあいいかな。これが何 1500 あと6ヶ月後ぐらいまでずっとこういう状態で2人でいるのかなめっちゃ面白い、これ初めて見たじゃあちょっとね無視していきましょう。はいめっちゃ笑ったわ今、久々だったあれ久々っていうか、あれあの行軍自体は初めてですけどね。はい、じゃあまた何かあるまでカットしていきますのでお待ちください。あ、ついに起きましたよ、斎藤道山のイベントが。美濃をまむしと呼ばれた斎藤道山とその着地十一つの間には大差が生じていた。これはでも前というかもう違うね動画でおそらくアップしてるので、はい、まあこの謀反のイベントですね。さあ義辰が、ああこれ多分ちょっと設定上おかしいんですけど、この時に殺された斎藤孫四郎とね騎兵士が多分出てきているとは思うのでそれ初段できないっていうか、その設定多分変えればなんかできるかもしれないんですけどね、そのイベントをね。ちょっと私にはよく分からなかったんでしてないんですけど道山の援軍に向かうとしては信長のもとへ速やかに届けられたと。うん、これより美濃を取るみたいなねことですよね。さーて、まだ今が吉本との桶狭間が起きていないぞ。次の月かな、じゃあ次の月に起きるかな。おそらく次の月に起きます。なぜかというとですね、同盟が切れるんですよ。うん、織田と今川の同盟がね、同盟が続いていて、もうお腹ペコペコ状態でね3人いるんで、だこの部隊は消えるでしょう。でこの部隊は残るので、おそらくその同盟が切れた瞬間にはい、戦になって桶狭間の戦いが起こると思いますすごいメタ的な話ですけどね。じゃあまた何かあるまで、はい、ちょっと内省しますのでお待ちください。しましょう、戦場へ参る。さあ桶狭間起きるかな、出陣するぞ。急に動き出しましたけどね、こっちの方は。それよりも華麗に参りましょう。さあ起きますかね、北の方では戦いが続いてますが、桶狭間のイベント。あれ起きない。ご命令を、先月の終始です。ちょっと待ってくれ、なんで起きないんだ、なんで起きないんだ、は何、どういうこと。桶狭間イベントが発生しないぞ。こんなのはちょっと初めて見たな。はあ、信長が消えたよね今。どこに消えた。出陣中になってるぞ。どういうことだ。一回消えるというのが仕様なのか。まあよくわからんですけどあとこう普通に動き出しましたね。うん、普通に動き出した。基礎を
攻撃し始めたと。うん。で、こっちはこっちで攻撃を開始しているということですね。はい。じゃあまた何かあるまで、やっていきましょう。あ、やっと起きたというか、シュンって消えたのは奇襲するためのものだったのかな、もしかしたら初めて見ましたね、私はああいう感じで桶狭間のイベントが起こるのは。はあ。そう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 。人間50年。いいな。よし、これでようやく、イムガー家が二分されるという形ですね。あー、起きた起きた。今川義元シス。さあ、家康が立ち上がりますよ。本当にあの信長様がやったのか。三河の窓も、我は、私たちは、岡崎へ帰る。我は岡崎へ帰るということですね。何もう一回イベント起きんの連続すぎる連続すぎるわ。なかなかこの馬場さんの野望面白くないですか。なんかイベント目白押しじゃないですかイベント見るためにはこの馬場さんの野望いいっすよこれ。はい、もう起きないよね、もう起きませんよね。うん、松平家がこうなったと。うん。で、こういう感じで今戦い始めたということですね。うん。よし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 。あ、信長隠れてたけどいたの？そこに。いたんですか？見えなかったわ、もう。完全に一緒になってて。うん。で、もう完全にね、斎藤家がかなり弱まってきているので、斎藤家はここまで来てるからね、最後ここら辺の拠点まで行くんじゃないか。信長が、このね、稲葉山を取った後に、うん、ここら辺まで来たら大変なことになりますけどね。信長がどっちに向かうかというお話。はい。三国同盟破綻のイベントは起きないのかな、もしかしたら。私が武田家でやってるんで、はい。じゃあまたイベントが起こるまでカットしまーす。というかまあどこでその動画を切ってるかわかんないですけどね。もういろいろ時間がわかんないんで、まあ2、30分の動画にしますので、はい。次回続くみたいになってると思いますけど、よろしくお願いします。あ、呼ばれましたね。さあ、呼ばれましたよと。さあて、もう7100もいますからね。じゃあこれでやってまいりましょう。もうそろそろ城主になってもいいよ私は。うん、もうそろそろね、行くぞ。ああれだわ、まだ工場覚えてないから。ハラミノの神織先に入る。どっちがいいかな。こっちから行きましょうか、じゃあ。こういう感じで行きましょうか、じゃあ。やるとしよう。こっちだよね、うん。まあ、どっちでもいいんですけど、おそらく二分した方がいいと思いますので。はい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 。やべえ。原さん、なんか新速持った気がする。新速で早めに入られる気がすんな。さあ馬場さんにこの円からずれてもらいましょう。さてさて、あ、我々はこっち行った方がいいかな。うん、せっかくだからこっち行きましょう。うん。お、山形も来ましたね。まだ解明してませんけど、山形さんが来ましたと。
あ、しかもここでめっちゃ戦ってる。めっちゃ戦っとるわ。決める。終わった。キスつきをする意味がなかったな。速攻で終わったと。さてさてさて、ごっそり減らしていきましょうと。決める。おお、顔に発動。我らが攻めに耐えきれるか、この戦。おお、内藤さん頑張ってる。突破しました。引くぞ。ああ。敵城門突破しました。ちょっと向こうの方が早い。あ、ちょっとだけ早かった。ちょっとだけこっちの方が早かったですね。ありがたいありがたいと。さあ信玄がこっちから進んでいる。どっちへ行くんだ信玄。どっちへ行こうとしてんの。やるとしよう。そっちならば私こっちから行きますよ。あ、何、どっちへ。フラフラしないでください。さあどっちからかでもいいですがと。敵城門突破しました。さあ敵城門突破しましたね。じゃあ馬場さん行っちゃいましょう。やるとしよう。敵城門突破しました。早く行ってください馬場さん。続け。まあでもみんないるからね。続け。みんなに任せるというのも手ですよね。もう武田の最強という面々がいますから今。やるとしよう。かかれ。ものすごい。ちょっと待って、後ろから来たのかお前。後ろから来たのか。ちょっと待って、そういうのはなしよ。キツツキで寄せたくない。おお、また開始の槍。素晴らしい。さあ馬場さんはね、邪魔立てするなら容赦はせぬぞ。邪魔立てするなら容赦はせぬぞ。すげえ、オールスターだ。オールスターですよこれ。もう完全なる武田オールスター。邪魔立てするなら容赦はせぬぞ。素晴らしい。この戦めっちゃ楽しいわ。もうめちゃめちゃ楽しい。武田でやるの。信玄の声が素晴らしい。18しか手が取ってないけど勲功はもらったってことですね。ちょっと待って、小畑さん、あなたは本当は武田になる人じゃないですか。うわー、中之条をこの隙にね行かれているというね感じですが、うわー、はい、じゃあまた何かあるまでカットしまーす。あ、呼ばれましたね。久々に呼ばれた。何？どういう戦なのこれは。もう8900いますけどね。すごい戦の戦というか、もう私はねものすごい今兵数がいるので何にも怖くないですよ。何も怖くはございませんすと。後ろ側から続きましょう。挑発、まあいいでしょう。若造ども、覚悟は良いか。おお、真田、素晴らしい戦。いいね。46しかくれないの。なんだよ、46しかくれないの。国峰城を取ろうとしてるのかな。国峰城、なんで小諸を取れって話じゃないの。
どういうことです？うわ、なんか菊丸がずっと腹ペコでずっとここにいるな。これなんだ。あー、徳川の舞台か。はい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 。まあなかなか面白いようになってきましたね。はい、じゃあまた何かあるまでカットします。あ、戦に呼ばれましたね。あれ、普通の白攻めじゃないんだ。あいつや、もう8900もいるんで。余裕なんで。あ、陣所か。陣所を攻めろということね。はいはい。陣所攻略戦か。始めろ。やるとしよう。行くぞ。いや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 。引くぞ。陣所なんで。さてさてと。これで決まりだ。敵城門突破しました。さあこっちに行く前にと。始めろ。さあこっちに行く前にキツツキやりましょうか。我らの攻め、あえて見せよ。武将モンドで。ああ、いいのか別に。キツツキしても別にいいか。乱戦ですからね。すげえ、キミムシャめっちゃ連発してる。さあ向こうはサクッと終わらせて。強いよ、ババさん。さすがやね。いやー、後ろの栄ちゃん、敵城門突破しました。確か栄ちゃんだよね、私の嫁。続け。嫁は全然戦に参加してくれない。さあ攻撃力、あ、上がんないのこれ。攻撃力上がらないのか。さあ、オッケー、キスツキ戦法ですよ。全然キスツキになってないけどね。さあこの陣将に戦おうというところかな。信玄が戻ってくる陣所にある部隊がいたと。国見へ攻撃しようとしてんのこれ。国見へを攻撃しようとしている。はあ、なんたることで。まあまた呼ばれるまで無視しときましょうか。そろそろ上昇にしてくれ。あ、来た、ようやく来た。さあ、では責任の功に報いたいと思う。これから一国一城の主として我が勢力の一翼になってもらいたいと思う。ようやく来た。もう上昇になりたいと思ってたんですよ。あ、国峰かい。国峰かい。これはすぐやられるとこじゃないか。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。国峰なの？いや、いいんだけどさ。今嫌じゃない？これ転報できないですか、今。あ、できる。できるね。さすがに取られる城は、私やりたくないっすよ。しかもこれ場所が良くないよね。
高藤とかは、高藤はあんまいいとこじゃないか。じゃあ中野城だな。じゃあ中野城ですかね。信玄はあんまり広げてないね。なんで、なんで広げないんですか。中野城じゃ欲しいな。じゃあ天保で人材もらってもね、今ね、まあ、もらいたいですけど、多分七人中でしょ、私の愛しのレディーは。じゃあ天保かな、中野城に天保をさせてくださいと。うん、さあこんな感じですね。取り込みできる。ああ、穴山さんが仲間に入る。ああ、どうしようかな。まだいいか。うん、ひとまず皆が戻ってからでいいでしょうと。制作を取り行います。不益強化をしてと。うん、あと実はなんですけど、訪問をしていたらこのね、創造をもらったんですよ。全ての創造性をね、うん、高められる。まあ私がね、創造のね、確か女性武将の嫁を作ったからなんですけど、なんかこの子は創造っぽいなみたいな、よう帰るぜみたいな、うん、感じなんで。商業収入が5割。ああ、いろいろできるんですね。能力主義とかね。はは、家臣でもいろいろできる。うん。やろうと思えばいくらでもできるということですね。うん、うん、うん。実写保護少量&。うん、うん。兵役強化。ああ、なるほど。うん。ひとまずいつも通り兵役強化ですね。うん。あと自社保護してもいいんですが、まあこれでいいか。皆に伝えます。今誰もね、あの武将がねいないんでね。はい、といったところで今回は終わりにしましょうかね。ようやく白持ちにねなることができましたと。はい、こっちに移動してんのかな、みんな。皆さんこちら側に移動している。で、私の奥さんはどこにいると。奥さんここですね。うん、奥さんは早く欲しいという感じですが、まあひとまず自分の娘でももらいましょうか、次のターンにねなったら。はい、じゃあ今回はこのぐらいにしたいと思いますので、またこの続き興味ある方ですね、あのチャンネル登録などして次回の配信連絡お待ちください。なかなかいい状況ですよ。うわ、北条キモ、北条がキモい。でまあ織田とね、普通に、あ、孫四郎が死んでいないこの未来戦。この斎藤家とね、織田家ががっつり戦ってますから。で、あの史実通りにこのね、まだ浅井長政の代じゃないですけど、浅井家と織田家が同盟を結んだという話ですね。これ浅井長政まだいないの？長政まだいないんですか？婚姻同盟結んだんだよね。うん、あ、でもまだ出てきてないのか。1560年になる前待つしかないということですかね。うん、まあひとまずそんな感じですね。すごい、アザイとめっちゃ同盟してる。はい。で、あと足利家がね、結構ね、頑張ってるんですよ、吉輝さん。さすが主人公。ある意味主人公。ね、向井さんが言ってる。はい。まあ私のね、もうこのブツブツした話は、まあ、今回はこれで終わりにしますので、はい。で、ひとまず、桶狭間が起きたんで、ある程度時を見て、もう、あれですよ。もう破棄しちゃいますよ。同盟をね。うん。同盟破棄というか、あれいるかな？武田、武田義信、武田義信、義信、義信。義信いる？義信どこじゃい？
あ、いた。慶喜をもらって追放すればね、まあそんな感じになるでしょうという気もしますので、はい。じゃあまたこの続き興味ある方はですね、チャンネル登録などしてですね、次回の配信で力お待ちください。バグってんな、なんか手元が。ではまたねー。